ちょっと足の準備してます。ですね、来てますね、来てますね。ね、中間発表ということで、はい、現在の状況、はい、まず先に聞きます。どんな状況ですか？なんか天井を目指してたっていうところが、ね、無事に天井来ました。よかったです。あら。そこで天部に入りの大量の性を期待できる天部に入っての200ゲーム乗せです。で、今現状じゃあ200ゲームもらってプラスいっぱい乗せて残り大量にあるわけですよね。それが残念ながら残り100ゲームです。あ、でも大丈夫よ。大丈夫ですかね。大丈夫。このハンマーゲージは、うん、全然大丈夫。ハンマーゲージは、はい、まあすごい乗ってて、はい、イメージがついたんですよ。あ、本当ですか。ボーナスいったらめっちゃ乗る。そうなんです。簡単。そうなんです。マジでもうビッグ引いたら、ビッグを引いたら、はい、大量上乗せを期待できる。かなり大丈夫。100円もあれば大丈夫。そうですよね。だから後半はそこからスタートなので、さらに乗せてプラスに持っていければ。全然だって、もう多分投手そんなにケージ優しいと思うんで、多分3ちょい3大丈夫よ。いけます。大丈夫もう、ね、最近本当エイブラス LT はそういうのがもう大丈夫な気がする。3万ぐらいに収まれば大丈夫。そこまでもうギリですよね。ギリギリ、まあ、ちょっとギリのラインやけど、はい、まあ、2000枚は硬いかなと思って頑張れば、はい、で、そんなトムさんは、僕は2000枚出しましたから。おぉ、だから今足の運動してたんですね。これね、これ頭いっていいんですよ。頭ダメダメ、 KO しちゃうじゃないですか。頭いっちゃったら KO まだ分かんない。こっから分けることごめんない。もう勝って あいつを蹴ってって。見たいそれ。見たいよね。はい、負けられることは基本ないですもんね。なんか多分趣味ですよね。蹴られたい、趣味、そういう趣味じゃない。意外とね。あ、負けると思う。あの数日前に僕17万2千投資したのバレてたんですよね。そういうことですね。あれはやばかった。大丈夫大丈夫。今日は行く。今日は3000枚ぐらい頑張ります。はい、というわけで、まあ、後半の方は、はい、足の準備をしつつ頑張りたいと思います。では続き頑張りたいです。お願いします。ちょっと周りを見に行きましょうか。ジャグラー打つのありだね。こうミルカルジャグラーとかね、久しぶりにちょっと打ちたいね。ハッピーもあるし、でもいい台っていうか、この台が強気だったらいいんじゃないか、これ。あ、なんか昨日の最終ゲーム数だから1000、強気だったら1074ゲームですよ。ありじゃないね。AKB は多分ですけど、設定は良くなさそうというか、こせてないと思うんだよ。だったら時間的にはまあ持ってる枚数をちょっと生かすために、ちょっと天井を狙い的なしようかなと思います。ここに移動しておきます。ありがとうございます。まあ、前回切った時北斗強かったし、正直狙ってもいいかなと思います。ちょっと真面目にね、勝たないと。ありがとうございます。1914枚ですね。41枚か、41枚ね。まあ僕のツイッター見てる人は分かると思うけど、最近結構大負けしたんで、丁寧にっていうか慎重に今日頑張りたいと思います。さあ北斗、強気天井が近いと、近いって言うと、まあ
投資1万ぐらいで届きます。で、まあ、さっき言ったようにちょっとね、こう前回来た時は北斗非常に強かったから、台数も変わってないし場所も変わってないということは、おそらくまだそこそこ力入れてると思います。で、今打たれてる台の中には箱使ってる台が4台、なんでまあ全然可能性あるかなと思います。500ゲームでは全然正直わからないよね、この台。まあ正直北斗の拳ともね、もうおそらく動画で打ち尽くされてるから、そんなにね、多分展開なければ使われる部分が少ないと思うんですけど、ただまあ、おっ、たまにはね、たまに打つといいよね。僕も個人的にこう動画関係なく結構打つのは好きなんですけど、動画になると見せ場が少ないんでちょっと打つざい時もあります、正直なんですよね。でも非常にいい台で安定あると思います。おい、いいよいいよ、スイカがオンパレード。わお、これはちょっと期待しいでしょ。スイカ3回でからの中継だから、まあもし AT 当選しなかった場合でもチャンスゾーンは期待できます。行って戻って、ジャーキー様、ジャーキー様来たよ。やばいね、最高。総投資8000円です。座って70ゲームでゲット。白い、今早い早い早い、ナイス色です。あれあれ、どうした、1ゲーム目で。ああ、多分そのじゃあスイカで当たったってことでいいですよね。スイカで当たってチェリーでちょっと乗せれたっていうこと。いいね、いい挙動。完成。さあさあさあ、勝てる気がしないと思ったら勝った。キックでお願いします。ああ、違うね、こんな感じになるよ多分。せい、継続。負けるわ、これは負けるわ。うわー、こういうキックでもいい？これ？これでいい？
やーマジか早いな。うわ動いてない。グハン。あの強チャンスいいだねな。ジャギお、何も引いてない。ちょっと、まあ、チャンスは引いたけどさすがにそれでは当たらないでしょ。おお、マジで今日強い強い強い。白かまあ、いや40ゲームで再び激闘ランプ突入です。シャッフルに してみました。いやーやっぱりうわー浴びる浴びる。やばくない。あーうわーもったいない。まあ今のところすごい挙動がいいですよね。こう当たるべきところで当たったし大阪スイカでジャギステージには開始して結局当たったし、あこれやね、このキック、あらららまた動きが、まあ挙動が完全にいい挙動してます。悩むね、ここでいいのかな。挙動は確かにすごいいいんやけど、悩む、だいぶ悩む。だって多分他の以外はいっぱいおあるし、ちょっとあまり俺らしくないけどハイエナジックな立ち回りしといた方がいいかな。モードが完全に落ちてます。 AT 終了後にはジャギ今回はいかなかったし、ちょっと見るか周り考えましょう。これ、ね、バジリスクが今カドニーがものすごい出てます。でカドの方とかなんか朝動いてなかった、今動き出して一発目のボーナスで、あーいかんかった、赤まで行って入らんかった。結構バジが強そうな雰囲気はプンプンしますよ。ちょっと選択としてはアキライで言うとジャグラー AKB に戻るかゴッドか
オキドキかバジリスクちょっと空いてる、もしくは今の北斗粘るか、どうしたらいいかな。オキドキ、オキドキちょっとオキドキ一応見るじゃ見るけど、あこれは練習しちゃってる、これまだ練習してない。オキドキ、ここは意外と悪くないんじゃないこれね、当たり軽いしそんなに突進は良くないけど、もうグラフ的にはこういう感じのやつなんで打ってもいいかも。やってみるかバジリスク、俺の不得意部分に入りますけど打ってみよう。じゃあ押さえとこう、これでストーリーが進みます。でももう15ゲームしかないからさすがにストーリーも進めらんないでしょうよ。でここで上乗せで、はい、成功と。さあ何ゲームの差やれるか。まあでもナイスタイミングで来てくれましたね。いいよ、昇格昇格、おーし、緑イエズ、あー入っちゃった。はい、新眼これでなんとか大きく上乗せできればいいけど、最初10ね。はい、ここから、あー終わった、これだこれこれ、30ゲーム、まあ、こんなもんなんすよね。エクサモードです。まあでもありますからね、さっきもありましたから。さあそして1070枚、あと600枚ぐらい出せば私もプラス域にいけるんですけど、
まあそうですよね。あ、奥村さん、いけるか。じゃあ、よし、ありました。よしよしよし、はい、ありがとうございます。はい、いただきました。よし、ちょっとそろそろマジでボーナスを行きたいんですけどね。はい、瞬間30より上でお願いしたい。10来た。あー、40ゲーム。いやー、刻むなー。ちょっと一個大きいの乗せたい。さあ、頼むよ、頼むよ。おおおおおおお、いけ、よっしゃ、来た。ありがとうございます。いける、いけるぞ、いけるぞ、マジでいけるぞ。これある、あるぞ。ダブルキック、私も準備運動しとかないと。あー、よいしょ。あ、真ん中真ん中真ん中、よし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 、レア役を引きたいぞ。頼む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 。あー、もう30だ、やばい、これやばいぞ。よーし、レア役、イエス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 。あー、終わったー、終わっちまったー。60ゲームでございます。まあしょうがない、こればっかりは。この60ゲームでまたボーナスをね、本当に引きたいですね。ここでボーナス引いたらマジありますからね、逆転。ありがとうございます。ナイス、座って4000円です。
ね、いろんな質問出てくるんだよな。さあ今回何でしょう。じゃん、ほ、相手に求める結婚の条件は、あー結婚かあそうですね、なんだろう、まあでもやっぱり結婚となると一緒に暮らさなきゃいけないでしょ。だからやっぱりまあ価値観的なのはね大事ですよね。まあやっぱり大事なのはそのまあお互いのなんかプライベートっていうか、なんでしょうね、プライベートじゃない、プライバシーを尊重し合える、なんていうのかな、一人の時間とかお互いあってもいいなっていう関係が多分いいと思うし、あとなんだろう、ご飯食べ物の好みが合うのは大事って私常日頃から言ってるので知らんかなって話なんですけど、そうなんかね、多分やっぱり一緒に生活するってなるとそこがまあまあ割と合うというか、ちゃんと、もう絶対もう食べ物の好み合わないわこの人みたいな、だとちょっと多分無理かなって思ってますもう考えるのはね自由だからね。